皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのシャ車です、えー。今回はこちらのテーマにつ,っついてやっていきたいと思います、えーまあ。効果的素振りとはっていうとこなんですけれども、えー、ですね、まあ素振り、まあいろいろ、まあ意識というか役割があると思うんですけれども、えー、まあ例えば形作りとかですね、フォームの、まあ基本というか形を作るということとか、まあイメージトレーニングですね、イメージしながらこう。 シャドープレイというかまあそれをやっていくってこととかあると思うんですけれどもえーとこの形作りなんかはやっぱ指導者がいないとちょっと難しいというか自分でこう素振りしてもなかなか形が見づらいあとは自分で鏡見てやるとかあると思うんですけれどもまあこれでいいのかなっていうふうになっちゃうんでまあちょっと指導者がいないと実際効果があるのかないのかちょっと分かんないなっていうところとまあイメトレっていうところなんですけれどもまあ実際やっぱイメージができないまあしづらい といいうのがあると思います、まあ、僕も実際やらされてたりしたんですけどまあ結構流してたんで <laughs> あんまりちょっと効果があるのかないのかちょっと微妙だなっていうところが自分自身あります。で今回紹介するのはスス、えーまあ、スイングのマックススピードを上げるってこ,とです、ね、これだとあんまり頭使わなくていいんで、えー、とにかく速く振るっていうことを意識してやれば、えーまあ、効果的な素振りになるんじゃないかなと思います。 実際にスイングスピードが上がると回転量回転量の強いボールも出せるようになるしボールスピードの上昇につながるで実際この練習法っていうかトレーニング法ですかねこれは実際高校時代に自分自身もやってましたえとまあ方法としては時間を決めてその時間内で何回振れるかってことですねそれを実際にやってみたいと思います ははいい、えー、動画かかがでしたでししたょうか、えーまあ、そんなに時間かかるもんじゃないんで、まあ、今回は10秒間でやってみたんですけれどもかなり気軽に取り組める、まあ、トレーニング方法、まあ、素振りなななんじゃいいかなと思います、えーまあ、実際にスイングスピードが上がったら回転量が上がったりボールスピードが上昇するっていう,こう単純にイコールではないんですけれども、まあ、スイングスピードがある方が回転量が強い球が結果として出せる、えー、ボールスピードの え早いまあ上昇になのでまあ効果的素振りっていうのは何なのかっていうところをまあ実際自分で考えてみたんですけれどもまあその形作りとかイメトレっていうのは指導者がいないとちょっとまあ難しい効果あるのかどうか分かんないなっていうのとえイメトレっていうのは実際イメージする力とかまあかなり自分に厳しくというかすごい その意識しないとあんまり効果ないのかなと思ったのでこのマックススピードを上げるスイングのマックススピードを上げるっていう素振りっていうのはまそんなに辛くなくてできるのかなと思いますぜひ参考にしてみてください